東京都写真美術館は東京都目黒区三大丁目にある写真映像専門の公立美術館である。指定管理者制度により東京都歴史文化財団グループが管理運営している。日本における初の本格的な写真映像の文化施設として設けられた美術館。個人名を冠したものを除いた写真一般の美術館としては日本初である。展示施設としては 3階、2階、地下1階の3つがある。4階は図書室となっており、図書36,500冊、雑誌1,400種を所蔵する。1階ホールでは、新作映画の風切り公開をしている。その他、ミュージアムショップ、カフェなども備える。一時開館以降、多彩な企画展を中心に、積極的に内外の写真作品を紹介し、また近年は、アニメや、 テレビゲームといった写真以外の映像文化にも力を入れている。収蔵品として、荒木信義、上田正春、木村伊兵津田和正、東松、照明、奈良原はじめだか、浜谷博林忠彦、細江栄光、森山大道、渡辺義雄など、日本を代表する作家の作品を多く収蔵している。2012年現在、東京都写真美術館、ニュース、 合図、東京都写真美術館起用東京都写真美術館年報を発行している、東京都写真美術館条例と立文化施設の指定管理者について、収集の基本方針により、ありがとうございます。